京都へ追い出す。どうもミスター京都、これからね京都の木屋町の、キセノンという立ち飲み、今までね週末とかいつもいっぱいなんでなかなか入れなかったんですけども、今日は平日でちょっと空いてるんでこれから潜入していきたいと思います。それじゃあ行ってくぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレポ。木屋町です。木屋町の13番路地、こちらに行ってきます。こちらにあるんですよ、キセノンさん。行ってきます。あ、すいません、よろしくお願いします。すいません、いえいえ、ありがとうございます。いえ、ありがとうございます。あの週末にはね来てるんですけどね、いつもいっぱいやったんですやっと入りました。ありがとうございます。ベースイという焼酎を頼みました。ロックです。ロック500円です。いただきます。今日はね2軒目なんで焼酎からスタートさせていただきます。ベースイ初めて飲みますけど、ベースイという焼酎、飲みやすいフルーティーでね、むちゃくちゃ美味しい焼酎です。最高です。来ました、厚揚げ卵チーズ300円。めちゃくちゃうまそう、これうまそうです。めっちゃうまそうです。厚揚げ卵チーズ、めちゃくちゃうまそうです。これいただきます。やっぱこれやばいことなってきたよ、これ。うわ、うわ、これはやばいな、これ。いただきます。動画どうご趣味ですか？趣味で、これやばいね、これもう初めて食べますわ、こんな厚揚げとチーズと卵、絶対うまいやつ、絶対うまいやつ。マスター最高や、めっちゃうまい。よかった、めっちゃうまい。中の卵はほぼ生の状態という、もうそれをソース代わりにしてつけて食べる、香ばしい厚揚げがまろやかな卵に包まれて美味しいです。塩コショウの味付け、あのトマチをお願いします。ちくわです。ありがとう。ちくわのわさびマヨ、うまそうやな、これ。いただきます。ちくわさんあれですよね、いやステージじゃなかったらいいんですけど、はい、ハグリューさんめっちゃ似てます。あ、ハグリュー言われるんです、言われるんです。声もめっちゃ似てる、はい、ハグリューってめっちゃ言われますね。ねえ、はい要はあの YouTube のコメント欄とかにも書かれます。白龍ね、めちゃ似たもんね。ちくわのわさびマヨ、これ200円、めちゃくちゃ安いです。
らしなよっていう発想は結構あるんですけど、わさびうまいとあんまね、ちくわに似ちゃう。うまい。続いて2杯目は、チューハイトマト400円です。いただきます。久しぶりのトマト、リコピンでリセット。久しぶりに出ましたね、リコピンでリセット。厚揚げ、卵、チーズ、これほんまにやばいです。これこういう形でね、塩コショウの味の効いた卵が出てくるんですよ。でそれをソースみたいにしていただく。マジでうまいです。これのうまさはね、言葉がなくても動画を見れば伝わると思う。ごちそうさまでした。木屋町と本土町の間にある紀勢の温泉、初めて来ました、いつもね、週末ね、様子見に伺ってはいたんですけども、いつもいっぱいで入れなかったんですよ。今日は平日たまたま空いてたんで動画撮影させていただきました、料理もお酒も安くて、焼酎もいろんな種類があるんで非常に楽しめる、立ち飲みのお店です。皆様も木屋町来られたら、こちらのお店よかったら来ていただきたいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。いい店をまた発見しました。できて1周年、今1周年、はい、お願いします。最後までご視聴いただきほんま大きにどす。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もします。